ヌック・カステレは絶好のレース日和。グリッド上では各ドライバーが最終準備を行っています。手に汗握る戦いに期待しましょう。フランスグランプリ間もなくスタートです。ポール・リカールは左コーナーが6つ、右コーナーが9つの計15コーナーで構成された全長 5.8 キロのサーキット。ミストラルストレートの中間にはシケインが設けられており、大きな抜きどころとなっています。独特なストライプ模様のランオフエリアはグリップが低く、走るとタイヤが激しく摩耗するので注意が必要です。フランスのポール・リカールサーキットに来ています。2020年の F1 シーズンも第10戦、順位にはある程度形が見え始めていますね。ええ、その通りです。ビッグスリーがトップを争っており、そこに驚きはありません。しかし中位勢は少し予想が難しい展開となっていて、レーシングポイントが実力を発揮しきれていないという見方もできます。レーシングポイントは反発し合う2人のドライバーが問題かもしれません。とはいえレースが全てですし、シーズンもまだまだ残っていますので、今後の展開に注目しましょう。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。昨日の予選で最速ラップを刻んだルイス・ハミルトンがポールポジション、横に並ぶのはマックス・フェルスタッペン。残りのグリッドに移りましょう。ボッタス、ルクレール、ダニール・クビアト、リカルド、ノリス、ベッテル、サインツ、ピエール・ガスリー、オコン、アッカーマン、デボン・バトラー、アルボン、ジョビナッツィ、グロージャン、ジョージ・ラッセル、そしてエイデン・ジャクソン、マグヌッセン、そしてニコラス・ラティフィ。まもなくレース開始です。今日勝つのは誰でしょうか。8位に順位を上げたぞ。
今日はすごかったですね。では質問させてください。エイデン、今日は素晴らしい結果になったわね。ポイントを獲得したことをチームは喜んでるはずよ。感想を聞かせてくれない？ああ、よかったよ。素晴らしい結果だけど、改善の余地はまだまだあるんだ。今日のデータを分析して、そこから残りのシーズンをどう戦っていくのか、みんなで検討することになると思うよ。素晴らしい結果よ。あなたにとってはこれが F1 で最初のシーズンですもの。F1 にジャンプアップして、これで地に足がついたと言えるかしら。ハードルは常にあると思うし、先のことは誰にもわからないんだ。変化はいつも困難と隣り合わせだけど、僕の居場所はここにあると思ってるよ。少なくともチームは満足してくれていると思う。今はもうチーム内に緊張はないの？これまでのシーズン、あなたはキャスパーと対立してきたわ。それともそれはもう過去の話になったのかしら。慣れるまでには時間が必要だと思ってる。それは誰と組んでも同じことだよ。僕らの仕事はハートが強くなければやっていけない。たとえ考え方の違いがあったとしても、分かり合うことはできると信じてるよ。どうも、以上です。ブライアン。エイデン、念のため言っておくが、20分後にフルチームミーティングがある。分かってるよ。レース内容を覚えているうちに戦略を見直す必要があるんだ。その通りだね。そこで会おう。聞いてくれ、今のうちに言っておくよ。今日の君のドライビングは見事だった。大したもんだ。そう言ってもらえて嬉しいよ、ブライアン。別の言い方をすれば、君は注目を集めているということだ。よくやってくれた。ミーティングで会おう。いやあ、母さん。エイデン、今日もお疲れ様を言いたくて電話したの。大丈夫？ありがとう、母さん。ああ、元気だよ。本当に今日はとても充実してたんだ。そうだと思ってたわ。あと、これはご近所さんたちも同じだったと思うけど、私は叫びっぱなしだったわ。ちょっとやめてくれよ。あなたは私の誇りよ、エイデン。そうそう、もうすぐシルバーストーンだね。じゃあ何日か家に帰ってこられるの？多分ね。週末のレース前後に1日か2日帰りたいと思ってるんだ。シルバーストーンはお父さんのお気に入りのサーキットだったわね。そうだね。レースには来るんだよね。 VIP 待遇を逃すわけないでしょ。もちろん行くわ。私一人じゃなければよかったけど。そうだね。でも僕がいるから、会うのが待ち遠しいよ。私もよ。でもあなたの邪魔はしないわ。きっと祝賀パーティーに参加しているはずだもの。本当にお疲れ様。愛してるわ。僕もだよ。愛してるよ、母さん。また今度ね。もしもし。よう。誰だ？おいおい、頼むぜ。デボンだよ。バトラー？その通り。どうやってこの番号を？細かいことは気にするなよ。アドバイスしておきたかったんだ。何を？ホームコースでのレースは難しい。プレッシャーはあるし、ファンがみんな見に来る。厄介だよな。ああ、そうだね。想像できるよ。でも冷静さを保って集中していれば、きっと乗り切れる。地球の反対側のサーキットを思い浮かべればいいんだ。そうすればレースでゴタゴタしてもうまく対処できるはずさ。ああ、うん、参考になるよ。そう言ってくれると思ってたよ。とにかく今日は頑張ってくれ。最後まで気を抜くなよ。じゃあな。うん。ああ、お互い頑張ろう。また後で。パンクだ。了解、エイデン。ピットインだ。了解。問題を最小限に抑えよう。
リリースしろ。まだポイントを狙う時間はある、エイデン。了解。新しい戦略を MFD で確認してくれ。コースクリアだ。よし、レース終了だ。気をつけて戻ってきてくれ。ブライアン。おっと、プレスルームで話題の人物じゃないか。なんだって。おいおい、そんなに謙遜しなくてもいいだろう。一体何の話をしてるんだ、ブライアン。あのパンクでみんな、君がレースから脱落したと思っていたよ。だが君は追い上げて、そしてポイントを勝ち取った。その話題で持ちきりだったよ。マスコミが注目してくれるのは嬉しいことだね。慣れておいてくれよ。明日の君の予定は彼らのインタビューで埋まってるんだ。それが電話した理由だよ。そうか、教えてくれてありがとう。だから今夜は無茶な祝い方はしないでくれよ。ああ大丈夫だよ、ブライアン。心配はいらない。母に会いに行くだけだからね。そうか。結構真面目なんだな。じゃあまた今度、ブライアン。エナジーストアかどうかわからないけど、ストレートでパワーが出ないんだ。そうか、加速は問題ない。調べてみる。調子はどうだ？作業は順調か？そうだな、今ちょうど最終調整をしてる。なあ、何よりだ。そうやってチームに貢献してくれればもっとポイントを獲得できるだろう。頑張るよ。なあ、ここで会えてよかったよ、エイデン。今朝連絡が、実はトトボルフからだったんだが、君の話をした。え？来シーズンに向けて動いてる。もしかして。それ緊張する。それでマシンに問題か？ストレートでパワーが出ない。大きな問題じゃない、対処できるはず。理論上はな。スペック2のパワーユニットを取り付けられるか？レース前に。はい、ボス。キャスパーは問題ないのか？はい。よし、決まり。エイデンのにスペック2を入れろ。それで構わないけど、本当にいいの？もちろん。これで早くなる。うまくいく。君が我々のエースだからな。キャスパー、元気か？レースは大丈夫そうか？
ブライアン。エイデン、繋がってよかった。聞いてくれ、キャスパーのことは心配するな。その話はやめよう、ブライアン。今はキャスパーのことは考えたくない。レースに集中したいんだ。聞いてくれ、さっきのガレージでのことは私のミスだ。彼の性格を知っておきながら。つまり大人げなくて自己中心的。もううんざりしてるんだよ、ブライアン。チームに加わって以来、彼はずっと僕を目の敵にしてる。彼は成長すべきなんだ。ああ、わかった。キャスパーのことは私に任せて、君はレースのことを考えてくれればいい。あの新しいパワーユニットをうまく使っていこう。わかったよ、ブライアン。また向こうで会おう。モンツァへようこそ。会場のボルテージが上がっていきます。世界最高峰の F1 ドライバーたちによる究極のショーが始まります。イタリアグランプリ、まもなくスタートです。最高速度は実に時速350キロ。 F1 最速のサーキット、それがモンツァです。1周はおよそ 5.8キロ、11のコーナーの多くをハードブレーキが要求される3つの試験員が占め、スリップストリームの使い合いと2つの DRS ゾーンが今年も接戦を生むでしょう。やってきました、モンツァです。90回目の開催です。 F1 ファン、そしてこのイベントとその歴史に誇りを持つイタリア人にとっては特別な年となりそうです。盛り上がりを感じますね。ここではハミルトンとシューマッハが5勝ずつ優勝記録で並んでいます。今日6勝目を挙げれば単独記録となることが可能です。ここは100年近い歴史があります。今年のイタリアグランプリがどんな展開になるのか見ていきましょう。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。昨日の予選で最速ラップを刻んだルイス・ハミルトンがポールポジション、そしてフロントローのもう1台はバルテリ・ボッタス。今日の残りのグリッドを見ていきましょう。フェルスタッペン、アッカーマン、カルロス・サインツ、クビアト、ノリス、リカルド、ガスリー、そしてアレクサンダー・アルボン、オコン、ルクレール、アントニオ・ジョビナッツィ、そしてバトラー、ベッテル、グロージャン、ジョージ・ラッセル、そしてエイデン・ジャクソン、マグヌッセン、そしてニコラス・ラティフィ。そろそろスタートの合図です。トラックに目を向けてグランプリ開始といきましょう。
よし、よくやったな。素晴らしいパスだ。DRS を使えるようになった。オーケー、タイヤカスを集めながら戻ってくれ。お疲れ様です。今日はどうでしたか？今日はいい結果が出せたわね。ポイント圏内でのフィニッシュよ。感想を聞かせて、エイデン。そうだね、いい結果だけど、正直なところもっと上を目指せたと思ってるよ。チームにとっては貴重なポイントだけど、まだまだ改善の余地はあると思うな。今日の結果ももちろんだけど、シーズンを通してあなたがどうやって調子を上げてきたのかが大きな話題になってる。意見を聞かせて。チームのサポートがあったからだよ。最高のチームだ。僕を支えてこれ以上ない環境を作ってくれた。調子の良さについて言うなら、全て彼らのおかげだよ。あなたがチーム全体の話をするなんて変な感じね。あなたとキャスパー・アッカーマンの関係について今の状況を教えてくれない？問題はないよ。ドライバー同士の関係はそう単純なものじゃない。それぞれが自分自身をプッシュしていけば摩擦が生まれることもあるんだ。そんなに心配するようなことじゃないよ。僕らはいい関係だからね。どうも以上です。